こんにちは、かたまひゆいチャンネルです。今回は私が病気して思ったことをお話ししたいと思います。タイトルにもある通りに、人生何が起こるかわからないから楽しいっていうお話です。本当になんか雑談みたいに聞いてみてください。世間話だと思って聞いてください。私はそういうことの病気するまでは、まあ私は出産時の脳出血だったんですけど、子供は普通に5体満足に産めて当たり前ってずっと思ってました。でも私は全然病気するとは思ってなかったし、だからこうなった時、ああ人生って何が起こるか分かんないから楽しいんだなって今だから思えるんですよ。でも旦那はそれこそ出産妊娠する前からリスクがある、いろんなリスクのことを調べたんだと思うんですけど、脳出血もあるし、そのまま死んじゃうっていうのもあるし、いろいろ調べた上で出産リスノーリスクじゃないぞって言われてたんですね。私は全然分かってるよみたいな軽い気持ちだったんですよ。で、まあいざ出産して出血しました。最初の頃はなんで私がこうならなきゃいけないんだろうってすんごい思いました。でもそれもやっぱり年数経つにつれて、まあ自分が望んだ結果だし仕方ないかなって思えるようになったし、人生何が起こるかわからないから楽しいっていうふうにも前向きになれるようになりました。でこれからもう出血したばっかりで、自分人生終わった、もう死んだみたいになっちゃってる人がいらっしゃると思うので、そんなことないんだよって言いたいのが今の私ですね。なんだろう、これ確かに病気して後遺症残って、その健常者っていう体から離れたかもしれないけど、もう全然今が不幸かって言われたら、私は全然不幸だと思ってないので、いろんな人たちにも出会えたし、まあ望んだ、私がそれこそ子供を産みたいっていう夢も叶えたし、これからどんどん夢は叶っていくと思うので、回復も していくと思ってるのでなんだろう、不幸だと思わないでください。自分より不幸な人は世界で見たらいっぱいいるので、かたまひイコール不幸、動かないイコール不幸ではないです。まあ、実際私はこの左ですね、左は全くもって動かない、足も歩ける程度の動きだけですけど、歩けるけどちゃんと細かい動きはできないし、右だってこうやって動いてますけど、実はまあ何回も言ってます、実はこれも麻痺残ってます。こっち左は重度の麻痺なんですよ、重度の筋緊張の麻痺で、こっち右は軽度の筋緊張の麻痺なんです。これも残ってます。こうやって動くけども全然残ってます。なので残っちゃったけど、私の中では残っちゃったけど動いてるからマシかなって、本当に首から下全く動かない人に比べたらマシかなってすごい思ってます。なので皆さんも、自分が片っぽ動かないけど片っぽは健常って人は私から見たらすごく羨ましいので、全然不幸じゃないですし、落ち込むこともないですし、これから楽しいことできることを探していってほしいと思ってます。ご視聴ありがとうございます。よろしかったらいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。では次回の動画でお会いしましょう。さよなら。